グスタフ・ナハティガル、グスタフ・ナハティガルは、ドイツのアフリカ探検家。中央アフリカの探検を行った。ナハティガルは、ブランデンブルカ辺境白寮のアイヒシュテットに生まれた。父はルター派の牧師であった。ハレ大学、ビュールツブルグ大学、グライフスバルト大学で医学を治めた後、軍医として数年勤務した。母国の寒冷な気候が健康に害となったため、 北アフリカのアルジェとチュニスに移住した。そこで医師としていくつかの探検隊に参加した。1868年、プロイセン王ビルヘルム一世の命令を受けた探検家、ゲルハルト・ロルフスと出会い、2年に及ぶ探検業に同行した。ナハティガルは、後に、この経験を、サハラとスーダンと題する本に書き、名声を得た。1882年には、 東サハラ探検の功績に対し、イギリスの王立地理学会から金メダルを授与された。フランスがチュニジアに保護領を立てたのを受け、ナハティガルはドイツ帝国の領事として1884年までチュニスに留まった。その後1884年初頭、オットー・フォンビスマルクによって特別顧問として西アフリカ探検に派遣された。これは表向きはドイツが 商業活動を行う条件を調査するためのものだったが、実際には西アフリカをドイツ領に組み込むことを目的としていた。ナハティガルはメーベ号で出発し、ギニア湾沿岸を探検した。1884年7月5日には東郷にドイツの旗を立て、7月14日にはカメルーンのドゥアラをドイツの保護領であると宣言した。これらは外国接触の末、 ドイツ帝国のハントに加えられた。ナハティガルは8月8日、カメルーンを出版した。アフリカからの木とパルマス、岬沖で1885年4月20日に病気のため亡くなり、グランドバッサムに葬られた。ナハトは植物の学名で命名者を示す場合に、グスタフ・ナハティガルを示すのに使われる。ありがとうございます。